魅力は何かっていうところをまずお二人にお伺いしたいなと思います。まずは吉野監督からお願いします。やっぱり M リーグは、まあ、麻雀に関係する関係者もそうなんですけど、全ての麻雀ファンにとっても大舞台なんじゃないかなと思いますね。はい、はい、近藤選手、はい、どうでしょう。まあ麻雀の放送自体はこれまでもありましたけれどもね、 M リーグの放送はやっぱりそのファン層も広くて、あのいろんな本当にたくさんの方に見ていただける場所、そんな感じですかね。そんな中で、まあ、M リーグ8つ今チームがありますけれども、その中でのセガサミーフェニックスの魅力といったところはどういうところになるでしょうか。また吉野監督お願いします。はい、やはりなんといってもですね、個性的な選手が揃っているというところが、はい、まあ、あるんですけども、具体的に言うとやっぱり高打点ですかね。打点力に非常に特化した高いチームでもありますし、まあ、あの見る人に常にですねワクワクさせるような魅力的な麻雀を打つことを心がけていますので、まあ、高打点を武器とした、まあ、エンターテインメント性の、まあ、高いチームだというふうには考えています。はい、今、ね、監督が言われたその高打点ということも含めてですけど、感動しやすい場面を割と作りやすいチームかなと思います。面白いなんか選択はあの結構いつも探してる感じですかね。うん、あの同じぐらいの勝ち負けで言うとどっちの選択でも同じぐらいなんだけどっていうような時は、いやこっちの方が面白そうだ、感動できそうだっていう方を極力選ぶような、そんな感じですかね。はい、あとチームの雰囲気自体はなんかすごく自由で、うん、あのみんな好き勝手やってるんですけど、はい、あの最終的にはその勝つ優勝っていうところにね、あの向かっているっていう意味ではこう共通している、そんなチームですかね。やっぱりなんか他のチームと比べて男性1女性3という珍しいその何ていうか比率というかメンバー構成で、待機室とかのその雰囲気とかってどんな感じなんでしょうか。みんな自由に自由に同じ空間なんですけど、はい、あの別の空間とも言えるそんな感じですけどね。これは男女の違いというよりは、うん、あの性格的にその方が向いている人が揃ったチーム、うんということでしょうかね。はい、男女に関しては正直あの自分が一人あの男なので、ちょっと戸惑いはありましたけどね、うん、他のチームとやっぱりねあの状況が違うので、はい、なんかそのメンバーの入れ替えもありましたけど、そこももうなんかいい感じの雰囲気になってるって感じですか。そうですね、はい、やっぱりもう慣れる部分もあるし、お互いにですね、はい、でなんかもうフェニックスはこういうチームなんだっていう認識になってる感じですかね。これで例えば将来その男女比がねあの変わったりすると、むしろなんか違和感があったりして、うんそんな気がしますけどね。はい、その監督から見たその4人のチームメンバーの雰囲気いかがですか。いやいいですね。年々やはり近藤選手が、うん、まあ熟年の渋みが増してきまして、お父ちゃん感が出てきてるんですけれども、女性3人で男性1人だと、まあ、バランスが非常に難しい世界なんですけども、いつの間にかなんかこうファミリー感うまく仕上がってきておりますし、女性軍も本当自由にわちゃ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 やってる、そこをお父ちゃんが締めるっていうような、はい、そういう雰囲気に締めてるのかどうかわからないです締めてるのはい、そして自分はまあなんか親戚のおじさん的な感じで、はい、たまになんかクッキーとかあげたりとかして、なんかいろいろおいしいもんくれるおじさんだなっていう、いい感じでやってますけどね。はい、いやあのね、監督も含めて、うん、控え室でね、いや監督自身が結構いろんなことやってくれて、うん、みんなを笑かしてくれるんですよだそういうのも含めてすごくいい雰囲気だなと思います、ね。はい、ファミリーのような。そうですね、はい、いい雰囲気と。ありがとうございます。吉野監督にまず質問なんですけども、はい、この麻雀チームの監督というのはなんかその例えば野球チームだったりサッカーチームの監督とはまた別のなんかやる方向性違うのかなというイメージもあるんですけど、具体的に麻雀チームの監督どういうことをやりますか。麻雀チームの監督でやはり一番大きな仕事は選手起用、選手の登板を決めることと、はい、まあ、あと選手編成を決めることなんですけども、はい、特に登板に関しましては麻雀のスキル性が、まあ、どのぐらい高いかという話にも起因するんですが、うん、まあ、将棋とか囲碁のように絶対に強い人に勝てないみたいな世界ではないじゃないですか、はい、なので勝つ時もあれば負ける時もあるっていうのをベースとしつつ、まあ、自分の、ベストを、しっかりと発揮できるかというような戦いになってきますし、まあ、その上でですね、もちろんうまくいかない時の方が多いような競技でもあるので、どちらかというとそういった選手の気持ちをどうサポートしていくかっていうことを、他の
まあ、いろんなスポーツよりも大事に考えてサポート支援の方に重きを置くようなスタイルが合ってるのかなと個人的には思ってますね。はい、ありがとうございます。まあ、今年というか、まあ、昨年度新監督としてそのシーズンを振り返って何か良かったところとかございますか？そうですね、良かったところは前シーズンの課題だった、まあ、上がり率が、上昇したことがやはりちょっと大きく自分は思ってまして、はい、まあ、元々フェニックス非常にその、まあ打点力もあるし魅力的な麻雀を出しているというチームだったんですが、まあ、ちょっと上がり率が他のチームに比べて低かったという課題があって、まあ、ここが上がることでよりお客さんにも魅力的なチームだと思ってもらえるなと思っていたので、まあ、東條さんの加入によって、まあ、東條さん自身も、チームトップの上がり率だったんですけれども、はい、あの他の選手も軒並み上がり率を上げて、より上がりの回数が多くお客様に届けられる、そういうところが一番良かったのかなと思います。はい、またあのシーズン通しての話だとレギュラーシーズンセミファイナル、ファイナルと、はい、まあ、最後の最後まで戦い抜けたというのが一番大きな収穫なんですけども、過程としましては結構ギリギリの通過といいますか、ちょっとあの歯車かけ違ったら、敗退というような危機もあったようなシチュエーションでの通過を続けることができたので、まあ、それもですね、全てあの選手の頑張りが非常に大きいんですが、誰かが、ちょっと調子が悪かったり負けた時に、他の人がカバーし合って誰かが誰かを補うっていうようなチーム一丸となって進むっていうのが、あの本当にレギュラーシーズンからセミファイナル、ファイナルに向けて徐々にチームとして完成度が上がっていって、最終的にファイナルが終わった時にはあの非常にチームとしてあのみんなを信頼合えるようなチーム構成になってきたんじゃないかなというふうなところが一番大きな収穫ですね。はい、逆になんかそのシーズン通してあここがまだその次に向けての課題だなみたいなところってございましたか？課題としてはやはりあのリーチ成功率を、はい、もう少し上げたいというのが課題としてありまして、昨年から徐々にリーチ成功率上がってはきているんですけれども、はい、勝負どころでのやはり、まあ、押し引きに関する精度っていうのは、まあ、やはり課題として残っているのかなと思っています、ね。はい、はい、ありがとうございます。そうしましたら、本田誠一プロにご質問なんですけど、はい、まあ、今その監督のお話にもあったんですけど、ほとんど M リーグが大きくなっていっていろんな方に見ていただくと、もう始まってからこう何年も経ってその M リーグが大きくなって、その自身のプロ活動だったり、ファン層にどのような今現在で影響ってございますか？プロ活動としては、まあ、YouTube なんかも含めたあのいわゆる放送があのすごく増えてだということですね。だからその、まあ、直接対面でというよりはそちらの方が増えたので、まあ、そういうところで、まあ、どういうふうにあの立ち回りを、ね、あのするのがいいのかとか、まあ、そんなところにもあの力を入れているところですけれどもね。あとあのファン層でいうと、まあ、これがおそらくその M リーグが始まる前と今とであの随分違うところだと思うんですけれども、前はあのいわゆるマニア層の方がほとんどだったと思うんですよ、見ていただいている方はね。でそれがあの M リーグが始まってからはもうどんどんあのいわゆるライト層の方が増えて、本当にあの極端な話、あの麻雀全然わからないんですけどっていう、まあ、そういう方まであの見ていただいているので、あのそういう広がりがね、あのすごくあの嬉しいなと思いますね。はい、ありがとうございます。昨シーズンの結果を受けて、今年度の具体的な目標だったり、その目標に向けて個人やチームとしてどうしたいかがございますか？まあ、昨年準優勝でしたからね、もちろん今年今シーズンは優勝ですね。はい、個人はあの全てのタイトルを獲得する、MVP と、はい、4着回避と、はい、最高打点賞全てを獲得まあ、言えるうちに言っとこうかなと思ってなんかそれに向けてなんか特に意識することとかございますか？いや、それは特にないです。むしろあのなるべくフラットな状態を保つことが一番大事だと思っているので、あの何かに力を入れるとかね、なんていうかな、技術的なことで、うん、もうちょっとこういうふうにしようとかいうよりは、あのいつもの自分をいかにあのフラットな状態で、出していくかということに専念するのが一番大事だと思ってますけどね。はい、あとチームとして未来ですかね。はいはい、まあ、なんかちょっと寂しい話になるかもしれませんけど、現実的にあの近藤はね、あの未来がそんなに長くないのであのいやでもあの、まあ、順番というかね、あの年齢的にはやっぱりいずれそういう時が
来るわけですよね。でその時にやっぱりね、まあ、どういう人が選ばれるかね、それも分かりませんけれども、まあ、少なくとも今いる、ね、他の3人は年齢的にもまだまだいけるはずなので、まあ、そういう時にとにかく強くてかっこいい、まあ、そういう打ち手であってほしいなと思いますね。近藤誠一プロになんていうんですか、匹敵というか、まあ、変わるような存在ってことですよね。あ、もう抜いていくと思いますまあ、そのなんか人がかもしね変わるってなった時にどんなチームになるかっていうのもやっぱり見てる側のね一つの楽しみだと思います。はい、まあ、でも最年長 M リーグ最年長プレイヤーとして熟年層の期待はもう一気に背負ってると思うので、はい、ちょっと最年長問題はあるにせよ最年長問題ねそんな話これからですね、結構麻雀好きな世代もどんどん高齢化していく中で一筋の星になるっていうねこういや今若い層がどんどん増えてますから、ね、そうですね、意外とお子さんにも人気あるんですよ。そうですよね確かにお子さん人気ありますね、まあまあまあ、はい、幅広いんですよ近藤選手のファンは、ね、まだ頑張っていただければと思いますね、はい、最近その M リーグ関連でその若い層に向けてのこうイベントとかも増えてるじゃないですか。M リーグが始まる前ってやっぱりその若い層向けてなかったと思うんですよ、あんまり。そのなんかそういうイベントが増えたっていう点に対してどう思ってらっしゃるかなっていう、さらになんか層を増やしていくに向けてなんかこういうイベントとかもやりたいなみたいなのもあったりしますか。昔ってやっぱりそのテレビとかラジオがやっぱ主流で、はい、そこに麻雀の対局だったり麻雀のプロの方が出演するっていうハードルっていうのが結構あったと思うんですけども、まあ、今はですね、視聴側も気軽に SNS だったり YouTube だったりで、いつでもどこでも簡易的なコンテンツが見える時代なので、まあ、そういった意味でもその麻雀プロが露出する機会っていうのがどんどん増えてくるっていう良い時代になってきてるのかなとは思います。これはまあ今後も止められない流れなので、どん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 そのショートスパンのコンテンツがそれこそ麻雀プロの魅力を存分にアピールした短めのコンテンツとかがどんどん出てきて、それを隙間時間にいろんな方が、世界のいろんな方が見ていくっていうことになっていくと思うので、それこそもう日本にとどまらず、そうです、世界に、この麻雀というコンテンツ、魅力的なコンテンツを中心にプロの方の魅力がどんどん出ていけば、自然に広がっていくものなんじゃないかなと思ってます、はい、お子さんに対しては特にやっぱり昔は、まあ、イメージの問題が結構あって、うん、でそれがここに来て一気に良くなってきてると思うんですよね。そうするとお子さんの方も来やすいし、我々も逆に何ていうのかな、ちょっと遠慮じゃないけども控えてたところをもっとなんか積極的に行きやすくなったっていうのがあると思うんですよね。でも本当になんかこう何ていうのかな、まるでこうダムが決壊するぐらいの勢いになりつつあるんじゃないかと思いますけどね。これからどんどんそのダムが決壊して、そのいろんな世代に、そして世界にと、どんどんファンが広がっていくようにですね、はい、ということで今日はインタビューありがとうございました。ありがとうございました。